特撮ヒーローシリーズを盛り上げたアンチヒーローまとめパート3。特撮ヒーローシリーズにおいてヒーローはもちろん、個性豊かな悪役キャラクターもアンチヒーローも魅力の一つ。特撮ヒーローシリーズファンの中にはヒーローよりも悪役キャラクターやアンチヒーローファンも多数いるほどです。今回は特撮ヒーローシリーズを盛り上げたアンチヒーローと悪役を前回に続きまとめてみましたので、ぜひご覧ください。それではスタートです。まずは仮面ライダーアマゾンズ、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いては仮面ライダー1号、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはサンダーボルトファンタジー、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いては仮面ライダーエグゼイド、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いては宇宙戦隊キューレンジャー、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはスペーススクワット、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介です。続いては仮面ライダービルド、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介です。続いては宇宙戦隊キューレンジャー VS スペーススクワット、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介です。ここからはしばらくウルトラマンシリーズのアンチヒーローをご紹介していきます。まずはウルトラマン、こちらのアンチヒーローをご紹介です。続いてはウルトラセブン、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンエース、こちらのアンチヒーローご紹介です。続いてはウルトラマン太郎、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介。続いてはウルトラマンレオ、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンティガ、こちらに出てきたアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンダイナ、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンガイア、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンネクサス、こちらのアンチヒーローのご紹介です。
続いてはウルトラマンマックス、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンメビウス、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンゼロ、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラゼロファイト、こちらのアンチヒーローのご紹介です。続いてはウルトラマンオーブ、こちらのアンチヒーローのご紹介です。そして人間隊のアンチヒーローと一部主役をご紹介します。まずはタイガー・ジョーの人間隊をご紹介します。続いては人造人間キカイラー、こちらに出演していたハカイダーの人間隊をご紹介します。続いては風雲ライオン丸、こちらに出てきたブラックジャガー、こちらの人間隊をご紹介します。続いては怪傑ライオン丸から、こちらタイガー・ジョー・ジュニアの人間隊はこちら。続いてはレンジン・ザ・ボーガー、人間隊はこちら。続いては高速戦隊ターボレンジャー、まずは流れボーマ、闇丸、こちらの人間隊は。続いて同じくターボレンジャーからドラゴンレンジャーの人間隊はこちら。続いては特捜ロボジャンパーソンから、ビル・ゴルディの人間隊はこちら。続いては暗黒騎士ガウザーの人間隊はこちら。続いては忍者戦隊カクレンジャーから、軍師白面狼の人間隊はこちら。続いては魔法戦隊マジレンジャー、
ウルザードの人間体はこちら。いかがでしたでしょうか。あ、覚えてる、懐かしい、好きだったんだよなというキャラクターが中にはいたのではないでしょうか。特撮シリーズはこのアンチヒーロー抜きでは語れないと言っても過言ではありません。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。